毎朝1分行うだけで痩せられるダンスを紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、毎朝1分行うことで痩せることができるデカダンスを紹介していきます。毎朝行うことで1日の中での活動量、消費カロリーがアップすることができます。朝というのは副交感神経から交感神経にシフトチェンジする時間ですので、その時間にしっかり交感神経を働かして体を動かすことによって筋肉への血流が上がってですね、1日活動的に消費カロリーを上げて保つことができますので、毎朝1分一緒にやってもらえたらと思います。ではやり方を説明します。はい、デカダンス、その名の通り体を大きく動かして筋肉を使うんですけども、その場合にですね、まず足を大きく開いて少し膝を曲げた状態でつま先を左右対称にタッチをするんですけど、間で肘を2回引きます。つま先タッチ、肘2回というのを繰り返すんですけども、肘を2回引くときにですね、肩が上がらないように肩を落として肘を引くことで肩甲骨を動かすことができます。肩甲骨の周りには褐色細胞というのがあってですね、体の脂肪燃焼を促す細胞がたくさん溜まってます。そこをしっかり動かしてのつま先タッチになります。つま先をタッチするときに上半身から迎えに行くっていう感じよりも、膝を曲げながらタッチするって感じです。膝を曲げる、そうすることで太ももとお尻を使うことができます。背中を使って太ももお尻っていう風に繰り返していきます。これを1分間一緒に毎朝行っていきましょう。できるだけ息を上げて動きが速い方がいいです。たったの1分です。頑張っていきましょう。もちろん今朝じゃない方はですね、もちろん夜でもいいですけども、行うなら朝です。ですが息が上がるというのはカロリー消費、脂肪燃焼効果ありますから、好きな時間帯で行うのも OK です。一緒にやっていきましょう。いきます、スタート。肘2回、肩が上がらないようにしっかり膝を曲げて、できるだけ動きを早く、はい、OK です。お疲れ様でした。たったの1分、いい運動になります。息がしっかり上がります。1日活動的に頑張ることができます。ということで今回毎朝1分で痩せられるデカダンスでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.